お、じゃあ、はい、こちらこちらです。ゾウだ。そうですね、アジアゾウがいるゾウジアムという。ゾウジアム、いいですね。一押しですか。はい、あのさ、ゾウが見れるんだね。ハグさん、はい、ここは一押しですか。もうここは一押しというか、もう私の大好きな一頭が暮らしているんです。ゾウ、ゾウさん、はい、私もあの動物の中で一番ゾウが好きなんで、一番、あ、一番好きやな、ゾウが、おすすめです。やっぱり人気ですね。人気ですね、はい、ライオンとかよりもやっぱりゾウですか。はい、あ、仲間思いなところとか、うん、そう、結構オスだとすごいかけだけしいところもかっこいい、あの、ゾウの好きなポイントです。あ、パンダよりもゾウ。はい、もうゾウです。あ、あ、はい、すごい近い。そう、近い、はい、うわ、サンタ。今ここは親子で暮らしているんですよ。はい、え、お父さん、お母さん、え、お父さん、お母さん、ではないんです。ナイナリさん、です、左が、姉のサクラで、うん、真ん中が母親のアヌラ。トカさん、はい、で、こちらの右にいるのが、末っ子のウララの、ウララ、はい、かわいいね。母、姉、母と、この子の2頭が女の子。あ、はい、みんな女の子です。ウララちゃんっていつ生まれたんですか。はい、ですね、ちょうど今年の6月で、2歳になる予定です。あ、そうそうそう、生まれた時、はい、大きなニュースになりましたもんね。ここ生まれですからね。そうです、ここで、ここ生まれなんです。しかもあの、うん、やっぱり飼育すごく安産だったみたいで、ね、はい、群れの中で生まれたって言われてます。2年でこれぐらいの大きさになるとまだ大きくなるわけですね。まだまだ大きくなります。アジアゾウの魅力、なんで一番好きなんですか。ああです、はい、そうですね、アジアゾウですね、やっぱ仲間思いなところいいです、うん、がとても素敵です、うん、あとはすごい大きな体ではあるんですけど、とても器用です。とてもあのいろんな賢いところ見せてくれるところもとてもあの魅力的なところです。今もあれ鼻先で枝を折ってましたもんね。やっぱり食べやすいように折ったりとか、ね、あとは場合によっては水にあのこういった草をつけて柔らかく食べやすくして食べるっていうこともあるので、頭いいんだね。あとは鼻のあの息を使ってちょっと離れたところでもあのブロワーみたいに吸い出して食べたりとか、あと鼻が届くけどあともう一歩ってところを鼻息を使ってこっちに寄せて食べるってこともするんです。鼻がもう手みたいなもんだよね。はい、もう本当に手と同じ、手と同じだよね、役目をしてます。花粉症になったら大変だね。もうこれはもう拍手も拍手、もうだから昔あったんですよ、ザコバさんのね落語でね、動物いじめますないうやつありましたね。あ、そうだっけ。キリンに熱いもの飲ませますな、ずっとあって熱々今なみたいな。だから本当に象の花粉症大変ですなんですよ、本当に。どこが魅力ですか。ちょっとね、私はねすごい超個人的な感情で、ここの東山のアジアゾウを見てるんですけど、なぜかっていうちょっと今ねここのね親子じゃなくてもう一つ奥のところで暮らしている、うん、あのワルダーっていう、うん、あの象がいるんですけれども、うん、私と同い年なんですね。え、で、そう、私、53。あ、うわー、53歳で象さんに。で、2歳の時にあの彼女がここにやってきたんですけれども、うん、で、私ちっちゃい頃からここにあの、まあ、愛知県出身なので、うん、あの時々連れてきてもらってて、その時にあの楽しみにしてたのが、うん、ゾウさんとあとニホンザルと、うん、あとねあの大きなコンドルみたいな鳥がいたんですけれども、あの今もいるんですけど、それとは別で、うんうん、でその3種類を見るのがすごい好きだったんですよ。で、思い出深いんだね。そうなんです。で大人になってから、うん、もう一回あの通うようになったら、うん、このワルダーがその、うん2歳の時に来て、そこからずっとここで暮らしてるって覚えてた。そうだから私が好きで見てたゾウさんはワルダーだったんだって思って、その時に大人になってから気がつあの知ってその事実を。それまで来なかった。あ、来てたけれども、うん、そう同じゾウがずっと暮らしてるっていう認識がやっぱりね、あ、まあ、ゾウさんっていうだけで見てたのが、そうだよね、普通わかんないね。そうじゃなくて、うん、私がちっちゃい時に好きで見てたあのゾウさんは、この子なのね。そして私と同い年じゃないって思った瞬間に、もうすごいね、感情移入が
ね、もう泣いた、そもない、そう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 、 あの時すごい顔、あのなんかいろいろあのね、ボールとか遊んだりとかね、あの、うん、確か私リンゴなおやつをあげようみたいなやつでやったことあった、あのこの子だったかもしれないとかって思うとね、そうそうね、そうでね、そうでね、またね、すごいね、すごいあの慎重な性格な子で、あのここ新しい、まだちょっと新しいっていうのは分かりますかね、施設がね、あの歴史からすると、ね、50年以上経ってるようには思えませんよね。で実はあのすぐ隣 の, ちょっと休憩室っぽいところが昔 の, あのアジア像の、そう、暮らしてたんですけれども、そこからここに移動するときにワルダーが慎重すぎて全然こっち、そう、引っ越しができなかったんです。あ、すごい、そら泣くよね。しかもね、3ヶ月もかかったんですよ。あのこの距離ですよ、この距離。そうなんだ。え、どういうこと、3ヶ月で繊細で来れないのこそ、そうそう、でもう行きたくないとかっていうのを繰り返しながらゆっくりゆっくりと徐々に歩んできた。それは賢いと一緒に歩んできた。そう、気持ちもね、気持ちがね、歩いてないです。でもその様子も見てたの。あの、まあ通路はね、あの隠されて見えないようになってたので、うん、そこはね、見えなかったんですけどね。一生懸命頑張ってここへ来たのがまたけなげなね、泣いちゃうわ。しかもね、ちょっと聞いてください。ずっと聞いてるいいよ、なんだ、はい、いいですよ、何さ、どう、最後あります。でしかもここに映ったのは、ね、いいんだけれども、うん、ここのお部屋が、ま、あの最初ワルダーのお部屋だったんですね。ですぐそこ運動場でしょう、うん、この部屋からまたね運動場にね一歩も出れない、うん、あ、じゃあ臆病、ちょっとね、そう、もう慎重すぎて、ここ本当に安全なんだろうかなっていうので、うん、大丈夫かな、賢い、はい、そこ、この移動3ヶ月かかったでしょう、ベテラン出るのに何年、あ、何年って言っちゃった、うん、どのくらいかかったと思います。その広場に出るまで、ね、そうそうそう、1年もう一息、2年、2年かかって、すごい、今はもう出れた時は感動、もう本当にね、だからね、動物園ファンの人たちがね、あ、ワルダーがついに出たって言ってよかった、もう本当みんなで喜んだんですよ、ね、本当にね、これはね、あ、そうなんだ、動物園ファンの人たちの間にはね、超有名な話、シーフィーさんとミニー三着でやっとついに出たって、これ聞かなきゃ分かんないドラマですね。そう思ってみると、やっぱり繊細で、あんなに大きい体なのにすごく繊細な心を持っていて優しい、もうね、こんな生き物が他にいますか。いないですね。そうなんですよ。だから今の2歳の象を見たちっちゃい子が大きくなってそうね、そう、私が見たことあって、ね、あの子って言って、ね、そういうのもあるんですよ。何子さんでしたっけ、2歳は。うららです。うららちゃんがね、大きくなって、あの、あ、この子は大人になったんだっていうのも、ね、やっぱりそういった長い目で、ね、あの見れるのが、あの、そうですね、長い目は、ね、結構あの長い長い目、ね、長い目になった、長い目になった、長い目になってますね、すみません、なかなかと、いいえ、いい話でした、いい話でした。